東京都議会議員の大島よしえです。しばらくの間どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に、今年7月に行われます参議院議員選挙で、この東京選挙区から立候補を予定いたしております31歳の若手弁護士、山添拓候補からの訴えを行います。それでは山添拓予定候補をご紹介いたします。皆さんの税金、なんと40億円も
継ぎ込むというんです。戸籍は5年間で7億円以上新たに富士ゼロックスシステムサービスに、国保は NTT データに20億円も渡して、外部委託によって住民のプライバシーまで侵そうとしています。直営に戻した方が外部委託よりもなんと2億円も浮くんです。お金の使い方を切り替えれば負担軽減も区民の願いも実現できると予算修正案を提出しました。無駄遣い削れば区長が提案する予算よりも1億円も少ない金額で実現できると提案しますと、さすがに自民党公明党もばらまきなんて言えませんでした。こういった中で以前は共産党しか求めてこなかった認可保育園の建設、3年間で13カ所約1300人分を整備する、子どもの貧困対策やシングルマザーなど経済対策も大きく前進をしました。13区予定候補となりました斉藤真理子です。私は嵐の小選挙で皆さんに大変お世話になりました。約1ヶ月という短い選挙戦でしたが、皆さんの大奮闘のおかげで選挙期間中に急遽区役所に待機児ゼロ対策課が新設されるなど、少なからず不正に影響を与えられた選挙になったのではないかと思います。皆さんのご尽力に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。次はいよいよ安倍政権を倒すための国政選挙だということで、今度は日本共産党の推薦ではなく公認候補として戦う決意を。皆さん、今年の春も保育園落ちたというブログをきっかけにして、保育園に入れないお母さんたちの切実な声が広がっています。私の子供も5年前どこの認可保育園にも入れずに待機児童になりました。私が政治に働きかけを行うようになったのもこの時からです。周りのママ友たちと一緒に区に働きかけをして、それまで計画がなかった認可保育園の増設を実現させてきました。国に対しても安心して預けられる保育園を増やしてほしいと訴えてきました。市長がエイプリルプールを仕掛けるとは思いませんでしたが、まさにびっくりぽんやーってのはこういう時に使う言葉だなとお話を聞いた時には思いました。しかしですね、若いと言っていただけるギリギリの50歳に私なりまして、子供がね、こんな小さい時に嵐で大変お世話になったんですけど、今や50歳になりまして、でも子育て世代にも近い年齢で、女性の国会議員であると、こういう私だから果たせる役割があるんじゃないのかなと思いまして、また慢性の、腎臓病は患いながら初期局長として頑張った山下良樹さんが引き続き副委員長で頑張るということでしたので、やはり任務を分かち合うのが日本共産党を要請から10分後には分かりましたというふうに返事をしていたところです。ただその後ですね、モットーは伸びやかにしなやかに副委員長として頑張るという決意を皆さんにも申し上げたいと思います。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。この副委員長としての最初の大きな任務でもあるのが、私も比例代表の候補者である参議院選挙で野党の共同を前進させる、そして日本共産党の議席を大きく躍進させることだとこう思っています。この野党の共同、野党の共同というですね、本当にたくさんの方々のもう燃えるような思いで今野党共同どんどん進んでいるんですね。32の選挙区の中でまだ協議ができていないという選挙区はたった
の一つになっています。あるね、演説会のまた今月末に行われるんですけど、ある県ではですね、日本共産党の演説会にもうすぐこう協議がまとまる民進党の候補者が来て挨拶をすると、こう、ね、サプライズになっているので、まだどこの県って言えないんですけれども、こういう変化がどんどん生まれているところなんです。で、私ですね、こういう変化が作られるのは、やはり国民市民の皆さんの戦争法安保法制絶対に許せない、この思いがあるのはもちろんです。同時にですね、その思いに応えて脱皮して、日本共産党が野党共闘を呼びかけて踏ん張り続けた、一歩も引かずに頑張ったということが、今劇的な変化をもたらしているんだと。グッとしましたでしょ今。今日本共産党は戦争法廃止の2000万人署名っていうのを一生懸命集めてるんですけれども、ここでいろんなお宅にお届けをして、ここに郵送してくださいって封筒付きでこう配ったりもしてるんですね。そしたらその封筒の中に署名用紙と一緒にお手紙が入っていた。今回は候補者を下ろしてまで野党共闘に力を尽くしてくれた、比例は日本共産党に入れるのがこれが礼儀だと思うと、こういうお手紙が入っています。ゾクッとしましたでしょ。こういうゾクゾクッとすることが、その中央委員会総会の報告の中にたくさん書いてありますので、ぜひお読みいただきたいということも重ねてお願いをしておきたいというふうに思うんですね。私もですね、こういう野党共闘を進めて本当に安倍内閣を倒さなければダメだっていうことを国会論戦の中でも毎日のように感じています。私たちはまだ本当に小さな保育園通っている子ども、そして小学校入ったぐらいの子どもだったんですね。同じような子どもたちがイラクで空爆によって命を奪われている、この現実を突きつけられたときに、一人の母親としてもとても黙っていることができませんでした。今振り返ってみて、あのイラク戦争でイラクに平和や安定はもたらされたのか、その前のアフガン攻撃であのアフガンの地域に民主的な国家が樹立されたのか、空爆が行われているのに、この無人機による空爆さえ批判をしない、国連ではこれを批判する決議っていうのが何度も挙げられているんですが、ことごとく日本政府は反対という立場を取り続けて、教員並みの給料でなぜ悪いのか、子供育てるその命預かるこの大切な仕事を安い給料で働かせるために公立保育所を潰す、こんなことが許されるのかという、この質問を2000年の初めにやり続けてきたんですね。この政治がずっと進んだことで保育士の給料どんどん下げられました。保育士のなり手がいなくなりました。待機児童が10万人を超えてどんどん膨れ上がる事態になりました。自民党のこれまで進めてきたこの政治こそ一番反省が求められているのではないでしょうか。高齢者なんですから生活者に対して支援を断ち切ってるのと同じなんです。物を快楽してるのと同じなんです。これでどうして日本の経済を立て直すことができるのか。ところがね、安倍政権が出してきている今の政策には、こういう生活者を応援して労働者を応援してみんなが物を買えるようにする内需という政策は皆無です。経済政策といえば、今度出してきたのは TPP、 農業も輸出で儲かるんだ、中小企業も輸出で儲かるんだ、地方経済も輸出で儲かるんだ、外国人のお財布頼みの経済政策しか出してこない。働く皆さんがやっぱりその企業で働きながら自分の力を伸ばしていかれる、成長することができる、まともな給料を受け取って当たり前の生活が暮らせる、送れる、こういうですね、働くルールを作らなければダメだ。雇うんだったら正社
員で雇うのが当たり前というルールを公務の職場の中にも民間の職場の中にも確立していかなければならないと思ってます。人に対して使うお金をケチるな、人に対してちゃんとお金を使いなさいということを求めていきたい。そして社会保障もですね、やっぱり税金の集め方を変える、先ほど言った大企業の内部留保をもっと税金で納めてもらうとか、大金持ちの皆さんが税逃れするのをやめさせてちゃんと税金納めてもらうようにする。そしてオリンピック口実の大型開発のようななんですけどね、その文教官委員会で質問をするとですね、民進党の当時民主党だったんですけど、国対委員長さんが去年まで同じ文教官委員会だったんですよ。でその方が言うんですよ、参議院の文教官委員会は水戸黄門だけ、最後の15分が面白いって言うんですね。私の順番は最後の方だもんですから、田村智子の出番になると画前委員会が面白くなる、こういう言い方をして褒めてくださるんです。それはそうなんですよ。私たちはその草の根で日本共産党員ややっぱり日本私たちと結びついて、さまざまな分野で活動している国民と市民の皆さんと結びついています。そしてそういう皆さんがこんな問題が起きてきて、こういう人が苦しんでるんだよ、こんなことが許せますかっていう、そういうお話がどんどん私たちのところに寄せられてくる。その代弁者として一緒になって怒って、一緒になって涙こらえながら質問をする、これは聞いていて面白くないはずがないんです。与党の議員でさえも田村さんの言うことはその通りなんだよねと、本当にこの法案に賛成していいのかなという思いで手を挙げたというような質問に、これはなるのが当たり前なんですね。私はこれを、私たちの質問の根っこには日本共産党魂が流れていると、こういうふうに今お話をしているところなんです。例えば私保育園の問題で